ってるんだ。行くぞコーバー。でそこまでだ。こいつは量子戦闘機。いかん、約束の時間に遅れる。ここが新しい認知か。大帝国劇場。劇場？特務艦隊から劇場に配置換えって、一体何がどうなってるんだ。俺は演劇なんてできないぞ。それとも大道具とかかな。すみません、お掃除の邪魔なんですけど。うわ、すみません、失礼しました。劇場に何かご用ですか。私は帝国海軍少尉神山清十郎です。ここに来るように言われて。もしかして聖兄さん。嘘。どこかでお会いしましたか。もしかして忘れちゃったんですか。ほら、うわ、もしかしてさくらちゃん、雨宮さんのところの。はい、子供の時以来だから10年ぶりくらいかな。覚えていてくれてよかった。久しぶりに会えて俺も嬉しいよ。綺麗になったね。何を言い出すんですか、いきなり。素直な感想だったんだけどな。もう恥ずかしいよ。そこのお二人さん、講習の面前でイチャつかないでもらえるかしら。神崎支配人。神崎支配人。あなたが神山清十郎君ね。待っていましたわ。私は神崎すみれ、この大帝国劇場の支配人をしています。神崎すみれ、どこかで聞いたことがあるような。ようこそ大帝国劇場へ、歓迎いたしますわ。神山清十郎、飛び級で海軍兵学校入校。卒業後海軍に配属され、各地で作戦に参加。多数の武勲を挙げた後、海軍特務解剖官摩利支店の艦長として対鋼魔特別任務に就く。なかなかの経歴ね。優秀な仲間のおかげです。謙虚ね。そんなあなたにお願いしたいお仕事があるのよ。は、神山君、あなたは帝国歌劇団花組を
知っているかしら。帝国歌劇団、詳しく聞いてみるか。花組とは何でしょう。花組は帝国歌劇団の戦闘部隊よ。高魔に対抗する中核となる部隊ですわ。だけど今の花組にはかつてのような戦闘力はないわ。悔しいけど帝都の守りは上海歌劇団に頼っているのが現状よ。上海歌劇団、駅で見たあの機体か。帝国歌劇団とは何でしょうか。帝国歌劇団はこの帝都を高魔から守るために結成された秘密組織よ。過去幾度かの大きな戦いに勝利し帝都の平和を守り続けてきたの。高魔に対抗するための秘密組織か。すごい話だな。大帝国劇場、なぜこんな目立つ場所が本拠地なんですか。帝国歌劇団は戦いのない平時には帝国歌劇団として歌い踊るのよ。舞台に立ち帝都の人々に夢と希望、そして愛を与えてゆく。それが花組のもう一つの大切な役目なの。なるほど、戦うだけでなくそんな任務があるんですね。そういえば神崎すみれってかつてのトップスターの名前だったような。まさか目の前のこの人はかつての帝国歌劇団花組の隊員。さてここからが本題。神山清十郎君、あなたに帝国歌劇団花組の隊長になってもらいたいの。俺が隊長ですか。了解しました。若輩の身ではありますが精一杯務めます。いいお返事ね。期待しているわよ。ありがとう神山君。はっ、こちらこそよろしくお願いいたします。新しい花組の初任務は世界歌劇団大戦に勝つことよ。世界歌劇団大戦、それ詳しいことはおいおい説明しますわ。今は了解しました。それじゃこの後のことは秘書の薫に。まずは花組の隊長として